皆さんこんにちは。維新で号泣も始まりました。よっしゃ。今日はあの恒例の1ヶ月を振り返るシリーズ、音喜多さんと2人でやりたいと思います。1ヶ月経つの早くないですか？この間撮りましたよね。この間もう2人でこれ2人でやってやりましたよね。もう12月です。そうだ。もうね、あと1ヶ月で今年も2020年も終わりますけど。終わりだなんて。そうですか。ちょっとこうね、こう、11月のこの出来事を眺めて。本当あっという間に終わりになって、11月がまあなんかね、ちょっと本当あっという間すぎたんですが、うん、眺めて。どうですか？一番大きかったのはやっぱアメリカ大統領選挙じゃないですかね。世界的に一番大きいのは。そうですね。うん、ね、まあこのトランプさんが思ったより下馬評より強く、はい、うんうん、もしかしたら勝つんじゃねえって思ったらやっぱバイデンさんが結局ガガガッとひっくり返して、まあ今日の時点では概ねバイデンさんであろうということに、うんうん、まだ、まあ、最終決着がついてないっていう。うん、これだから本当、はい、あの民主主義のこの根幹に関わる問題がこのアメリカでこう起きてるっていうので。はい、結構これ深く受け止めた方がいい問題ではありますよね。そうですね。やっぱ社会の分断ということと、うん、あとの不正投票っていうことが民主主義の先進国でここまで問題視されて、うん、そうですよね、現職大統領が訴訟を起こしてるっていうのってのは、うんうん、結構インパクトが あることじゃないですか。だからなんかあの、ね、途中の報道ではそのいくつかの州でひっくり返るんじゃないかって報道もあったり、いやそんなことはないとか、だから我々から見ると報道ベースでしか分からないんで、はい、これ本当審議の報道最初最後まで分からへんみたいな。そうですね。まあ、でもほぼ決まりでいいんですかね。ひっくり返ることはないと思うんですけども、うん、ただあの今回郵便投票というのが、まあ、新型コロナですごくアメリカ増えたみたいなんですね、はいはい、で不正があったかどうかっていうのは分かんないですけども不備は相当あったと思うんですよ。うんうん、まあ、郵送だし、ね、アメリカでやっぱ聞くと公務員って日本ほどこう真面目じゃないんで、うんうんうん、結構まあなんですかね、雑というかですね、はいはい、そういうこともあるみたいなんで多分ダブルカウントされたりとか、うんうん、死んだ人にあの、ね、投票権が来たりとかは多分あったんだと思うんですよね。はいはい、じゃあそれどこまで許容社会がするのかってい う, う, いうで、ね、で日本みたいにパンクチュアルじゃないとしてもそのなんか幅みたいなものってのは、うん、結構今後ネット投票とかやるときにしても議論になってくるんじゃないかなと。僕ね、特別定額給付金 の, あの二重払いとかをちょっと思い出してしまって、はい、要するにマイナンバーを使う、はい、使ってウェブでやるとか、あと郵送でやるとか、まあ、いろいろ何個かの手法を取り入れた自治体が軒並みしんどかったっていうのがあったじゃないですか。はいはい、あれはちょっと、まあ、我々もね、そのさっきおっしゃられたようなオンラインとか、コンビニ投票とか、この辺やっていく中ではよくよく気をつけないといけないということですよね。特に日本人は公平性公正性ってことにすごく敏感な人たちなので、アメリカだったらなんか結構まあまあそんなこともあるよなみたいな、うんうん、いう幅がさらに狭いと思うので、はいはい、まあ、そこは本当にこのマイナンバー制度の制度設計とかもそうですけども、うんうん、あれはやっぱり政府が信頼を取り、ね、ちゃんと勝ち得てですね、うん、少しずつ進めて正確に進めていく必要があるんだろうなと思ったりしました。うんうん、これでも政府の信頼問題で言うと後半ですけど、はい、これちょっと安倍総理の安倍前総理の件がちょっと再燃して、あれびっくりしましたね。うん、これあの後半の予算委員会でも相当野党が、はい、あのまあ、我々も野党なんですけど、もうそれを理由に半ば審議拒否に近いようなスタンスで来とったんで、はいはい、この辺ちょっとどう見てはりますか？そうですね。まあ、やっぱ安倍首相が国会で不正確な答弁をずっとしてたっていうことはもう、まあ、大いに問題だと私も思うんですよね。そうですね。うん、ただじゃあ一方でそれをじゃあ国会参考人招致だっていう話になると、うん、まあ、残念ながらも前首相なわけで、うん、当然出てこないし、そこをずっと攻め立ててもあんま生産的な議論にはならないだろうなって思いますよね。うん、承認喚問ね、いう話もまあ出てました。これね、ちょっとこれだけちょっと暴露しときたいなと思って、はいはい、予算委員会僕立たせてもらって、ね、テレビ入り、そうテレビ入りで昼間の時間にね流れる時間をで僕があって、最後国民民主党が10分、はい、でうちが9分やったんですけど、はいはい、まあ、これいじめなんですけど、うちの方が議席多いのに、でこの前にかあの理事懇っていうのをやって、はい、予算委員会の運営をまあ決めるじゃないですか。でその時に辻元さんがその辻元さんが野党筆頭理事なんですよ。はいはいはい、でこの野党筆頭理事から安倍総理を前総理を呼べと、ほんで過去の議事録とかを朗読し始めて、はいはい、ほんで30分ぐらいずっと一人で喋ってはるんですよ。ほんで最初からもうのっけから15分ぐらい押した状態でスタートして、ほんでピタッと終わって始まったんですよ。あ始まったわと思ってよくよく考えたら、はい、共産党さんまでテレビに映る時間ぴったりで理事会切り上げたんです。そうですよ、あれ本当に嫌がらせでしたよ。いや本当ね、芸術というか、はい、でも共産党まで削ってしまうと多分ね共産党と選挙で揉めるから、うんうん、だからもうね汚いなと思って、そんなことばっかり考えてる。いや
そんなことってあるんですかねって言ったら、いやそうやって時間配分してるんやでっていうふうに教えられたんで、そうですよね、そうだからあの11時55分までテレビ中継生中継なんですが、 そこ過ぎちゃうと深夜枠になっちゃうんですよね。それを全部辻元さんとか野党は分かった上で理事会を引き延ばして、あれテレビではあの動物の映像が流れてたんですけども、始まればお待ちくださいみたいな、で藤田さんだけ深夜枠に飛ばされてしまったというですね。と、まあ、国民民主党2人 ね、まあ人ね、まあ、それはあのそんなことが今回、国権の最高機関で行われてるということはちょっと言っときたいなと。本当に皆さん、あとどうでしょうか、やっぱり我々の大阪維新の会、新代表が選出されましたね、はい、あの音喜多さんもね、本当は出たいっていう話そんな話ありましたっけ、なんですけど実は大阪維新の会所属じゃないんですよ、そう結構ツイッターで音喜多は出ないのかとか言われたんですけど僕日本維新の会のメンバーではあるんですがはい、はい、東京なんで東京維新の会なんで大阪維新の会選挙権も非選挙権もないっていう、ね、大阪維新だったら出てました、大阪維新だったらいや出たい気持ちが出たいなと、そこはいろいろと皆さんと、ね、競技を空気を読んでね、あれると思うんですけども、空気ね最近はちゃんと読んでいらっしゃる、そうそう、ちゃんとこうこの試合おとなしくおとなしくって多いみたいな話なんですけども、いやでもねこれ新たな体制というか、そうですね、実はこれあの 幹事長もかなり若返りまして、はい、横山府議会議員、これあの横山さんは、はい、都構想の戦略本部の、はい、まあ、事務方のトップ事務局長だったんですね、あのやってたっていう、まあ、頭脳だったわけですけれども、まあ、いわゆる吉村世代の筆頭株、そうですね、実は僕らも同い年で、私は一つ上で音喜多さんは横山さんの一つ、下です、ね、になるんですかね、だから同年代で仲いいんですけど、この辺の若返りというのはどんな印象ですか。いや本当すごくね、今までやっぱ松井一郎さんとあと今井豊幹事長っていう本当に党の創世から抱えてきた重鎮たち、うん、まあ、それは本当に重要だったんですけども、今回あえてまあお二方ともね、まあ松井さんは区切りをつけると、今井さん引退するとはいけないですけど若い者に任したいということで、まあ代表も吉村さんで44歳で、横浜さんが38か39かな、で政調会長森島忠さんって、この方も僕の1個で38で、あと岡崎仁さんっていう、まあ岡崎さんは少し上ですけども、平均年齢44歳っていうのはこれすごい若い政党で、まあ地域政党という大阪維新の会は西の与党ですからね、大阪で与党ですから、やっぱ一つの大政党与党が40代の執行部を揃えたっていうのは、自民党の500平均年齢70代ですからね、まあ、でもすごい革命的なことだなと私は思います ね、 そうですよね。しかももう大阪維新の会だけでも250名を超えるその議員がおりますから、まあ、その中でその上の世代の方々もいる中でこれをまあ総意として選んだということと、あの、まあ、それからちょっと時間経ちますけど、僕も大阪維新の一応所属なんでいろいろ聞くと、あの結構うまくいきそうな、こうあのなんかなんであんな若手にっていう声もなく、やっぱみんなで支えようっていう機運も出てますから、これは期待ね、あの皆さんにしていただけるようなこういい形で若返りして次のステージに向かいたいというふうにもまあ思いますよね。期待していただきたいですね。あとどうでしょう、やっぱりコロナの拡大が、そうですね、だいぶね、ちょっとやっぱ11月後半は GoTo の見直しとかも議論になってきて、そうですね、ちょっとテンションが下がった、でもそれはそんな中で光り輝く鬼滅の刃の興行収入、やっぱりそうですよねこれそこに触れないわけにはいかない。見に行ったんですね。あ、行きました行きました、僕11月上旬一人で。あれ前回話した時はまだ見てなかったんですよ。そうそうそう、ね、先月はこの話をしてはい、はい、これそろそろ見ないと多分来月もこの話が出てくるんじゃないかという高度な読みのもと、そういうことですね、維新で GO のために見に行ったと言っても過言ではない。だってこれもう2位になってますもんね、30日の時点で2位、これぜひ1位まで行ってほしいですよ。そうですね、ここからね、泣きました。なんか正直漫画をで一泣きしてたのでなるほどねまあまあそこはちょっと想定の範囲内だったんですが、はいはい、でもやっぱまあいい話だなと。でもなんかねちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけど、煉獄さんの話で、はい、正解も煉獄さんが必要だみたいな。そうそう、だって煉獄さんさっき年齢の話しましたけど20歳ですよ煉獄さん20歳が若い者に道を譲れて俺が倒れるのは当然だとか言って、次の世代お前頑張れって14歳か15歳の炭治郎に言葉を残して、はいはいはい、まあ、うにゅうにゅってなるんですけども、そんなん見たらね、やっぱこの正解のこの先輩が確かに重要なんです、経験も大事だけど、いやそんな煉獄さんみたいなかっこいいことを言っていなくなる人なかなかいないなってちょっと思いましたね。でもそう考えたらやっぱりその松井代表の、はい、ああいうこのなんていうんですかね、責任の取り方とか、若手に
こう託したいって思いっていうのは、それに通ずるものもあって、僕はすごいなんかこうね心揺さぶられるものがあるな。いや僕もそう思いました。やっぱりね、うん、町田って55ですかね、まだだから正解できたら70代80代いるから、ね、うん、まだ中堅とかいうところなのに、うんうん、もう若い世代にっていうのって、うん、まさに煉獄さんとかまど炭治郎の関係が確かに維新の会イコール鬼滅の刃の鬼殺隊であるという、そういうことですね。大阪維新鬼殺隊論っていうのをちょっとこれから流行らせていきたい。それが大阪維新の会の代表選挙に出る公約のはずやと。世代交代っていう柱になる、大阪市の柱に、はい、ただ東京もんだったってことにちょっと出れなかった。そういうことですね、はい、そういうこともありました、ね。まあ、ちょっといろいろありましたが、国会も、はい、閉会して、そうですね、まあ、今年も終わり、うん、まあ、来年また1月の中旬ってね今は言われてますけれども、まあ、我々の仕事はずっと続きますから、はい、コロナのことも、まだまだ対応しないといけないことたくさんありますんで、引き続き頑張っていきたいと思いますんで、はい、また来月、また来年ですね、じゃあ、ね、来年やりたいと思いますんで、よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。良いお年を。ちょっと早いですね。煉獄さん目指せみたいな、政治家に煉獄さん必要だ、ね、謎のブログを書いてライブラニュースになるっていう謎の、そんな力で なぜあれがライブラニュースなのかよくわかる。